キャンさん、これ今、コロケホールからの帰りなんですけど、あのコロケホールにはいつも車で行くんですか？大体もうコロナになってからはもう直帰じゃん、はいはい、そうやっぱこう、はい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 、なんか打ち上げみたいなのもねできないですし、なるほど、できないから、うん、その時もうその時からもう車で行く習慣になっちゃったので、あもうほぼ車だね。なるほど。ウィキペディアの回あったじゃないですか、チェック、ウィキペディアチェック、うん、公開した後見ました、ウィキペディア。あ、見た、ちむどんどん17分まで、うん、あれ更新してくれてるいや、これ見てるね、ゲームチャンネル見てるクソ野郎がとかね、はい、やってくれたのね、はい、それはありがたい。すぐ修正されてましたよ、いろんなこと。あんなすぐできるもんなんだね。ねえ、そうっすね、ありがたい。フーチャンプルが好きって書いてありましたよ。ああ、いいね。ちむどんどんは今も見てるんですか？ちむどんどんもちろん、毎日録画して、8時17分まで見てる。なるほど。あ、そういえば、はい、あのちむどんどんレギュラーの博多華丸、はい、大吉がね、はい、YouTube やるじゃん。あ、そうです、そうです、はい、はい、いや、ちむどんどんレギュラーじゃねえだろ、朝一レギュラーだろ、構わないです。いや、そっか、それで、はい、ごめんなさい、今いや、わざと言ったのちむどんどんレギュラーじゃないですよ、ね、俺、これ今、ナチュラルに間違っちゃったよ、ごめんなさい。いや、レギュラーだと思うぐらい毎回出てるけどね、うん、あ、はい、85分からね、はい、おはようございますって言って、はい、あれ面白いんだよね。なるほど、はい、でも、あのソヤが出た時あるじゃん、はいはいはい、あの時関してはそれはちょっと触れるかなってこう思ってたんで、はいはい、だからものすごい楽しみに見てたけど、はい、あの時に関してはあの1分も経たずに終わっちゃいましたからね。ああ、そうですね、はい、寂しかったっていう。確かに、確かに。ゲストで来た松木里奈さんが言ってましたけど、剣王チャンネル最近見すぎてるって言ってました。ありがたい。じゃあ、 あのアカウント2つ作って、はい、2つのアカウントで見てもらいたい。あ、登録者数を増やしたいとか。登録者数を。テレビ番組は、うん、キャンさんなんかよく見てるのあるって聞いたんですけど。ああ、これあの報道ステーション。報道ステーション。報道ステーションものすごい好きで。おお。あ、ちむどんどんも好きとか言って、自分のなんかプライベートをさらけ出すの恥ずかしいんだけど。はいはいはい、はい。報道ステーションも大体毎日見てるの。あ、そうですか。報道ステーション。やっぱニュースね。ああ、なるほど。知っとかないといけない。なるほど。報道ステーション、はい、結構10時台って忙しいじゃん。まあまあまあ、はい、だから見逃す時もあるから、ね、はいはい、見逃したらこう見るすべ知ってる？いや、知らないですよ。12時から、はい、アベマが再放送するみたいな、はい、ほう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 。だから大体それ見てるもんね。10時の見逃した時はもう12時のアベマのなんかニュースチャンネルかなんかでやってるんで、はいはいはい、それを見てたんだけど、ね、はいはい、そこでよ、はいはい、そのチャンネルでね、大体見てるんだけど、アベマのニュースね、報道ステーション見てるときに CM もちょこちょこ流れるんだけど、両国前にはね、この両国の大会の CM が流れてたからね。すごいことじゃない？そう考えると、報道ステーションの中に流れる CM がノアのね、両国大会って。ああ、すごいね。その時は、あ、すげえなって、報道ステーション好きだから、はいはいはい、それ見ながらのはね、まあ、ジュニアの大会だったら出なかったけど、はいはい、それでもやっぱ嬉しいじゃん、はいはいはい、これだけこういろいろ宣伝してくれるっていうね、はい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 、アベマさんにはね、はい、やっぱ感謝だよね。あ、なるほど。報道ステーションで CM 流れたら大したもんだよ。へぇ、なんならこのね、テレ朝でね、流れるぐらいにね、はい、なるぐらいのね、はい、感じで、はい、やらないといけないっていう感じ、ね、気持ちになったよね。ケオさんでもそのやっぱりあれじゃないですか、その社会的 な、うん、なんか社会を批評する視点とか結構あるじゃないですか。そうだね、はい、やっぱり世間を相手にするので、あ、ニュースはやっぱ欠かさず見てるね。そうするとケオさんでもニュースのコメンテーターとかも実はやってみたいんじゃないですか。ニュースのコメンテーター、はい、まあそうだね。でも俺切ったら多分やばいことになるよ。いや、そうっすか。ああ、もうめちゃめちゃ行っちゃうもん。めちゃ、あ、そうっすか。あ、え、やっぱ人間としてはやっぱ6年ない人間だ。ああ、え、そうっすか。例えばなんか最近気になったニュースとかあるんですか。最近気になったニュース、はい、
いや、やっぱ知れとこ、ああそうだ、カズワン、あれは、はい、もう 100% ダメだよね。大体 ああいう事件って、まあ言っても9対1ぐらいとか多いじゃん。まあ8対2とかね、はいはいはい、こう天候とかもね、ある、はい、あるわけだけど、はいはい、でもあれの話を聞いてたら無線もないで割れてたし、なんか整備不良もあったし、はいはいはい、何回もチェックもしなかったとか言うじゃんね、はい、なので、まあ、あれは良くないよね。あー、なるほど。あー、国がね、やっぱしっかりこうチェックしておかないといけないなっていうのを分からされた事件だったなと思う。あー、 SDGs って結構やっぱ環境に問題結構気にするんだけどね。これだけはもう声を出にして突っ込みたいことがある、はいはい、こうこう袋有料化じゃん、はい、だからやっぱ袋いらないとかね、はい、やっぱこうビニール袋は良くないからね、はい、いらないって前から言ってたんだけど、はいはいはい、その時にこうあのシール貼るじゃん、はい、いやシールもお前もナイロンだろって、そこずっと突っ込みたいんだよね。あーはーはー、レシート持っときゃいいだろっていう、 あれはなんかないのかなと思って、他のやり方がね、結構シール貼られるのも嫌なんで、シール大丈夫ですって言う前に貼られるとかあるのが、いやいや、それはちょっとおかしいでしょと思ったりする。それは結構思っちゃうね。なるほど、はい、やっぱグレタさん応援したくなりますよ。あー、ケモさん、あとそういえばあのテレビ番組つながりで言ったら、あれなんかドキュメンタリー番組好きなんじゃなかったし、ドキュメンタリーは好き、俺はやっぱノンフィクションが一番好きかもしれない。あ、ザ・ノンフィクション好きなんですか。あれは面白い。あ、そうですか、うん、え、好きな最近とか心に残ってる回とかあるんですか。あ、でもやっぱウクライナから人がね来て、はい、はいはいはい、やっぱこう日本の文化にもね慣れないから、はい、慣れないけどやっぱ危ないじゃん、はい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 、だからこうその向こうに母親と弟がいて、はいはい、こっちにこう、はい、その母親の娘さんが結婚して日本に住んでるんだよ、はい、だからそれを呼び寄せたんだけど、はい、やっぱこうその子供がね日本の文化に合わないから、はい、っていうね、あ、物語が、あ、まあ向こうは戦地だけど子供からしたらね、はい、こんなもう何も文化も違うね、あ、生活様式が全く違うところにいたくないんだろうなって思うのがこう心に響いたなっていう。なるほど、やっぱり社会派ですね。いやいや全然、スポーツボクシングでいうとあのすごい井上尚弥の選手の試合がありましたけど、はい、見ましたか。見たね。どうでした。いやもうこの階級で誰も可能人はもう存在しないよね、はい、あ、うん、見てて、うん、うわうわってなります。あ、うわとはなるね、やっぱ人が。あ、 KO の時とかはね、はいはいはい、あとはもう結構こう技術的なところを見ちゃうけどね。ああ、そうですか。井上選手は技術的なところでいうと どういうところがすごいんですか。いや、そこがまだ分かんないの。え、だからすごいんじゃないのかなと思って。え、どういうことですか。分かんないのかな。何がすごいって何に特化してるかっていうのが、はい、全てがすごすぎて分かんないっていうのはね、はい、でもだってそれこそタケル天心なんて分かりやすいじゃん、はいはい、あ、タケルはもうね、もうブンブン振りまして、はいはい、こうアグレッシブに攻めていくところで、はいはい、天心はやっぱこう足を使って、ねはい、スピードで攻めていくって分かりやすいんだけど、はいはいはい、井上尚弥って何がすごいって何でもすごいからこうどこがすごいっていうのが分かんないのがすごいところだろうなって、俺はもう勝手にそう解釈してるけどね。あ、そうですか、うん、あ、そうですか。多分もう間合いとかもね、スピードとかも、はいはい、こうあって感とかも全てにおいて超一流なんだから、こう分かんないっていうところになってるんじゃないかなと。今まで見たボクシングの選手で健吾さんが一番すごいなと思ったのは誰なんですか。ボクサーの一番すごい、はい、いやもうそれもダントツ井上尚弥かなって。あ、何がすごいか分かんないっていう、ね、そうですか。そうなったのがあんまりないなと思って、すげえ。健吾じゃんけんじゃんけんぽい。